基本的にはですよ、ここの関節、MP 関節、人差し指の MP 関節がしっかり曲がることが重要なんだけど、曲がんない人の多くはですね、これが浅い傾向の人が多いです。で、こんなになっちゃう。で、これが深く入ってるとね、正反はね、曲がりますよね。だから、フィンガリングって、クラシックギターの、効率的なフィンガリングを取る場合に、ネックをこう浅く持つのではなくて、こう深めに入れることで、こっちの指も、ここの MP 関節からですよ。こう挙動して動作するんだけど、薬指が共通しているので、そこを足場にしてこうやって持ち替えていきましょうよ。するとですよ、正反のグリップから普通のグリップに来るので、例えば正反で肩が下がってるんだったら、当然こういうところも変化していくし、手首の位置なんかも一気に正反じゃない形状に変わっていくということが、ここの最初の開放弦の発音の時に求められますからね。ケースはこの高音型をそのまま利用して、こう来ちゃう方法。この危険性はですよ、指が遠いから音圧にちょっと力が必要になることってのもあるんだけど、隣の弦に干渉しやすいっていう問題がある。それがこれの方法の、この方法のリスク。だけど、ずいぶん動いてますよね。やっぱりこの方が楽なんじゃないかな。基本的に最初の出だしの部分からは 1,2,3 ポジションでいいと思います。それなので2弦は当然 M ということになりますね。だから出だしは P と M でこうなると。成り行きで来てますよね。で、2弦で終わって次がまた2弦からだと、同じ指の連続使用をどうするか、片や伴奏で片やメロディーであるというふうにね、連続使用なおかつそれぞれ性格が違うということになるんで、ちょっと嫌だなって気もしますよね。そういう場合は I を使ってスイープでこう処理してもいいと思いますね。 C7 フラット5はイコール C7 フラット5なんですよね。これ異名同和音なんです。それなので何がし7っていうコードに対してフラット5をルートに持ったコード、この場合 F シャープ7に対して C7 のことなんだけど、それのことをねサブコードって言うんですよ。それなんでここに置かれた C っていうのはこの F シャープ7のサブコードなわけ。要するに同じものってことです、平べったく言うと。ということはこれは機能としては C メジャーではなくて C セブンスなんであるっていうことなんですよ。